皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。女優の二階堂ふみが主演を務め、韓国人俳優のチェ・ジョンヒョクと共演する連続ドラマ「I Love You TBS系」の第8話が12日放送される。12年前に自身の父が寝たきりになるきっかけとなった事件が北海道の海で起き、それ以来目が合うと相手の心の声が聞こえてしまうテレパスの能力を持つようになった本宮ゆり。二階堂が超ストレートな年下の韓国人留学生ユンテオ・チェと出会い、新たな恋に踏み出していくファンタジックな恋模様を愛とユーモアたっぷりのオリジナル脚本で書く連ドラ。二階堂とチェのほか、中川大志、山下美月らが出演する。テレパスのせいで過去に何度も傷ついてきた経験から恋愛に臆病になっていた優里は、ある日日本の大学院で絶滅危惧動物の研究に打ち込む傍らフードデリバリーをしていたテオと出会い、いつしか彼のことが気になる存在になっていた。その後、ユリが社長を務めるチョコレートショップドルチェ&ショコラでテオがインターン生として働くようになり、2人は急接近。途中ですれ違いなども経験したが、ついに思いが通じ合い恋人同士になった。I Love You第7話振り返り。優里はテオとの初デートを楽しむなど幸せをかみしめていた。その一方で、テオの大学の先輩、小野田学、清水博也に思いを寄せるパティシエの池本真弘、山下は思い切って彼にキスをしたが、人生で初めて振られたことに傷つき、話を聞いてもらうため優里のマンションを訪れた。そこで、優里に高校時代の元彼のことを質問したが、目をそらして話を濁そうとする優里に何か抱えているのは分かってました。いつか話してくれると思ってたけど、結局、いつになっても話してくれない、と不満をぶつけた。心の中で葛藤した優里は、意を決して、私、人の心の声が聞こえるの。と告白。それを証明するように、その場で真宙の胸中を完璧に読み取った。真宙は思わず、心の中で、怖い、とつぶやき、そのまま帰って行ってしまった。元気をなくした優里は、心配するテオから、僕がついてるから大丈夫、と背中を押され、真宙に怖がられるのが怖かった。相談できなくなるのが怖かった、と打ち明けた。これに真宙は、優里さんを傷つけちゃってごめんなさい。私が優里さんを守ってあげます、と約束。テオは、二人が仲直りしたことに一安心した。しかし優里は、そんなテオを見つめながら心の中で、もしこの人に知られたら、もう見つめ合うことはできないかもしれない。この人にだけは、知られたくない、と不安を吐露した。そんな中、テオを子供の頃から支えてきた大学教授の飯山リーチ、杉本哲太は、優里の力に気がつき、二人の交際に猛反対。それだけはダメだ。彼女のすべてを知っていますかと詰め寄り、テオくんは我が子同然なんです。と涙を流しながら、考え直すよう訴えた。その後、パクという知り合いから飯山のもとに封筒が届いた。その中には、ハングルで、心が聞こえる少女と書かれた韓国語の絵本が入っていた。第8話あらすじ。テオの部屋で心が聞こえる少女という絵本を見つける優里。驚くべきことにそのストーリーは優里とテオの出会いから今までの思い出と事細かにリンクしていた。そして絵本に書かれたやがて2人には様々な不幸が降りかかったのですという言葉の通り、優里の周りで絵本にリンクしたハプニングが次々と巻き起こる。これは偶然ではないと感じた優里と真宙は、事の真相を探るべくテオの部屋に乗り込む。どこだと思いますか？次は CU でした。